てっぺちゃん、なんか元気なさそうやけど。え、元気っす、元気っす。元気、はい、始まってます。あ、始まってます。あ、始まってます。はい、どうも、WBS 和歌山放送ミュージックガレージ、毎週日曜日夜9時から放送しております。ドンキー西村です。ドンキー西村です。どうした、どうした。大丈夫です、大丈夫です。頑張ります、普段通りです。いやいや、全然そんなんやったんかな。こういう怠惰な生活してる。ロックンローラーなんです。あ、そう、あれさ、何が朝活だってなんですか。ロケンローラー、ロケンローラーです。そう、それこそ、はい、ね、それはそうだ、朝活始めたみたいね。うん、そうですね。ね、朝活始めて、うん、朝6時に起きてる。はい、そうですね。朝6時に起きて、はい、で、朝ごはん何やったっけ。マックです。マック、朝マックです。朝マックね。朝マックです。朝マックにな、朝マック美味しいです。朝マック久しく食べてないわ、俺も。そうね。どんな甘く食べるの。朝マックです。朝マックフィレオフィッシュセット決めてる。あ、朝マックはフィレオフィッシュ。はい。あれじゃなくてね、朝マックしかない、うん、あ、ソーセージエッグマフィン。あ、そうそうそれそれじゃなくてフィレオフィッシュです。知らない。フィレオフィッシュとポテトです。あ、ポテトな。ポテトです。あの、ハッシュドポテト。ハッシュドポテト、はいはいはい。で、コーラね。はい、はい、いえ、ミンツメイドのリンゴです。ミンツメイドのリンゴ、はい、そこはリンゴ。はい。コーラじゃない。コーラじゃないです。なんでそれ。あの、置いとけるんだよ。パックなんだよ。あ、そうなん。パックなんで、後で。朝マックはパックなの。パックなんで。あ、あの、その、ミンツメイドはミンツ、うん、パックなんで置いとく。その、朝マックの、はい、ミンツメイドにしたら、はい、パックが来るんやん。はい。コーラやったらもうそのままの紙で、紙コップで来る。何を言ってんの。紙コップで来るからですね。笑ってるけど、それ面白い時は笑うでしょ。たとえグロッキーでも面白い時は笑うでしょうよ。グロッキーちゃうよな。はい、違います。なんで、どないしたの。先週の YouTube 見てください。見てください、先週の YouTube。 先週の YouTube? 先週 YouTube すごい良かった。はい、美味しかったです。美味しかったよ、はい、美味しかったですけど。美味しかったよ、はい。じゃあまだ、はい、持ってこなかった。いや、もういいです、しばらくいいです。しばらくいいです。あの、ドミザどうですか、お腹今。お腹、はい、お腹大丈夫。僕今すっごいお腹に溜まってます。見てる感じがもうすごい。え、何が溜まってんの。何言ってんの。ロールケーキが。ロールケーキがいてます。はい、どうやった。どうし、喋っときなさい。何も、何も、僕のこといいから。もう喋ってたんですよ。みんなと喋ったことあるでしょ。喋ったこと、喋ったこと、そうね。の、喋れよ。あるだろう。俺今テンピちゃんに言うとき、それ何ちゅう飛び方。ね、僕もおかしいなと思ってから思ってましたけど、こうやって指摘されると余計恥ずかしい。コロナ禍の下ですか。ペットボトルの飲み方。そうですね。もうそうするでしょ。YouTuber か。なんすか YouTuber。 顔隠し系の YouTuber なんて。こうやるでしょ。ものすごい中にこれくっついてるんですよね。余計汚れてます。マスクが。はい、だから今ここ冷たいっす。そうです。藤岡さんが、あと20分ぐらいは僕こうしますから。閉めてください。お腹いっぱいです。閉めてるのか。はい、お腹いっぱい。お腹を閉めろって。ドンキーさん閉めてくれ。お腹いっぱいなんだよ。なんでお腹いっぱいないよ。いや、だから聞いてたかな。おドンキー君聞いてたよ。ドンキー君ドンキー君ロールケーキいっぱい食べたんですよ。僕はいいよ。美味しかったよ。美味しかったです。美味しかったけど、なんで僕はいいよとか。甘いんだね。ロールケーキが甘いんだね、ドンキー君。ね、思ったより甘いんだよね。でも、滑らかなクリームだったから、そんなに苦しくなかったんで。割と食べやすかった、ね。はい、だからね、食べ終わってね、飲んだでしょ、お腹に溜まってるの、はい。食べることが苦痛だったんじゃなくて、今、お腹いっぱいなのよ。俺お腹いっぱいじゃないよ。人それぞれだよね。同じもん食ったよ。同じもん食べてもお腹いっぱいになるかどうか人それぞれだから。同じ容量。うん。ね、質量だった。いや、わかんない。ペグキーがなんかうまいこと食って、僕のやつだけ一番大きくしてたから。これくらいあったもん、僕の。ないない。ドンキーさんこれくらいあったでしょ。僕これくらいあったもん。言うほど。だってこうやって持ってたもん。赤子を抱えるように持ってたもん、これ。こうやって持ってたもん、さっき。なんか元気になってきたね。元気になってきたね。忙しいから。忙しいから。早いね。早いよ、もういいよ。ロールケーキ好きやんな。はい、好きです。ロールケーキ好きや。好きですよ、もちろん嫌い。好きなんや。よっちーさんからいただいたもの、嫌いなのだ。あ、そうそう、締めてください。圧力。圧力。はい、ペコンって言ったの。誰かのスマホがデコピーかな、はい、私かな。仕事忙しいんですから、これ閉めてください。はい、
WBS 和歌山放送ミュージックガレージ毎週日曜日夜9時から放送中。どうしたあんな君どうした思いのほか甘かったなと思って出た、もうついに出た感情爆発。甘かったえ、甘かった、甘かった、うま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 かった、はい、いいね。あ、もういいこと、もうよっちぃさんの視点が痛いんで締めてください。圧力な圧力が痛い。はい、皆さんお聞きください。